そうですね。ちょ気持っとちよ気く持なちりよましくた。なってきましたよね。そうそうそう。ずっとは痛くないです。すごい。痛い。痛いな、これ。でもさっきほどではないんですけどそうね。ですね。そう、痛入ってるいので。な。痛い。痛っ。緩めに戻してください。あ、ちょっとね、はい、はい。はい、痛くなくなってきた。はい、すごい。すごいですね。おう。顔ですね。すごい結構顔の緊張、この噛み締めがあるんだと思うんですよ。そうなんだ。はい、顎が固くて。痛っ。何それ。はい、初めての感じ。はい、かなり多分奥歯を噛み締めちゃってて、それでここも硬いんですよ。そうだ。ここ硬い。リラックスしよう。リラックスしよう。ほら、リラックスしよう。リラックスしよう。これ硬いとよく寝れないんですよ。そうなんだ。はい。半熟睡してるつもりが、痛い、はい、おー、痛い、それはさすがに痛いですよね。なんかちょっと、ここで出したらこう、はい、ちょっとトリートメントに、ね、切り替えましょうか。ちょっと、はい、押すの痛そうなので、はい、はい、じゃあもう全部お任せします。ここをまとめますね。結構肩が上がってますよね。こう上に、上がってきちゃう癖がついてるので、縮んじゃってるんですね。それだけ首とか筋肉が肩周り。
クリームつけてきます。よう、うわあ、この辺とかもやっぱりこうもっと後ろにすっきり回っといてほしい。僧帽筋がこう前に乗っかるような感じに来ちゃってるので、神社のせいで前に乗っかかる姿勢ですよね。前に乗っかかるってえ前に乗っかかる痛いは筋肉の位置がこうやっぱり姿勢が良くないとずれ込んできちゃうので。そっか、はい、気にしゅるようには気にしゅるって言ってますね、はい、気にしゅるようにはしてるんですけど、はい、確かにそんなね目立って悪い姿勢では全然ないんですけど、でもやっぱりこう結構肩を怒らせちゃったりしてると、なるほど、ね、はい、盛り上がってきちゃいますね。カッサってやったことありますか？あの平べってやったこと、そうああ、なんかやったことあるような、はい、ないような、あるようなないような、やってみてもいいですか？はい、はい、お好みじゃなければ手にしますので、ちょっと試しで、はい、よかったら。これ何の効果があるんですか？カッサの方が結構こう深いところに効率よく流したりお尻を入れるっていう感じが、はい、あります。デトックスですね。なるほど、はい、こういうのどこに流れるんですか？うんちに流れていくあのリンパに流れますね、はい、今やってる感じです。どこで排出されるんですか？まあ、でもリンパ液最終的にはあの排出物になると思いますね。そうですね、うん、あ特に嫌な感じはしないです、はい、でも注意点として傘だと結構赤くなっちゃうんですけど、よろしいですか？やらない方がいいですか？大丈夫ですか？はい、よかったです。見えないですもんね、特にね。そうですね、多分普段はあんまり見えないと思います、はい、ずっと残ったりするわけでもないので、おお、痛い、左、右、そうね、うん、はい、ね、リンパがやっぱり
鎖骨のところに滞りが、そう、一回ね、鎖骨をね、はい、10代の時に骨折してて、そういうのおっしゃってましたね。そうなんですよ。そこは多分凝りやすいんでしょうね。ああ、なるほど、はい。溜まりやすいというか、うんうんうん、確かにこう骨折とかしちゃうとちょっとやっぱりね、そういうこと出てくると思います、うん。冷たいですしね。冷たいですね、なんかね。良くなさそうですね。その冷え性ってわけじゃないんですよ。はい。でも冷え性なんでしょうね。そうですね。認識してないだけで、いつも冷たい場所はあるかもしれませんね。内臓、はい、冷え性みたいな言われたことあるのか、はい。ああ、そうですね。結構ビールとか好きなんですもんね。ビールよりね、ビールはね、あんま飲まないんですよね。はい、はい、あの、ハイボール。ハイボールか、そうでしたね。はい。はい、結構冷たいお酒飲まれてるっていうことですもんね。そうですね、そうですね。お湯割りにしようかな、もう。そっちの方がいいかもしれないですね。今から夏になるのに、お湯割り飲もうかな。なんで結構確かにその、冷たいお酒をガブガブっていうのはかなり女性に良くないと思います。ねここも結構モリッとしちゃってますからね。痛いですね。はい、で肩より痛いな、そこは。そうですね。結構やっぱりお子さんいらっしゃるし、力使うこと多いんじゃないですかね。そうですかね。はい。あ、痛結構お母さんになると腕太くなるじゃないですか。そうなんだ。はい、あ、腕相撲やりすぎたかな。やってんですか。もうちっちゃい頃から腕相撲が好きで。そうなんですか。なんかね、飲食店で向かい合わせになるとね、腕相撲しようって言いたくなっちゃうんですよ。意外なことで使ってたんですね。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、いかがですか？いや、もうすごく軽くて、はい、はい、すっきり爽快です。呪いが解けた感じがします。よかったです、はい。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you!